あの海行ったの昨日ね。ああ行ってたね。そう動画撮ろうってニューヨーク2組で由比ヶ浜で、もうちょりょうちゃんちょりょうちゃん見せてあげて、とんでもないもらってから今もう、やばいでしょ、やけどよ、やけど。後ろ向いて、後ろ向いて、ほら、やけどよ、これこれはやばいっしょ、これリアルに、まあなんかその本当にやばい、これは本当にやばい。企画で行ったんだけど、もう本当で、俺はもう全然ない、俺も全然、俺でも元が黒いんだけど、まあこのレベルね。で、りょうちゃんはもう本当に、見て、もうやけどしてんじゃん、もう低温やけど、低温やけど、これはやっぱそうここまで赤くなる、やばい。だからこれすごい、多分これ体質だと思う。肌が綺麗じゃん普段、うん、でめちゃくちゃ白いから弱いのよ肌が。なるほど、だから太陽の全部このままで、もう俺喧嘩になってんだからこれで昨日海行って、その後に漫才するね時があって、そのまま、うん、で俺ら の漫才の下りで、うん、酒井が俺の頭こうやって2回掴んで、俺もこいつは多分グッグッってやって掴めねえじゃねえかっていうくだりがあるんだけど、うん、俺もさ全然もう気づいてない、でも気づいてんだけど痛いとか分かんないから、うん、普通に普段通りバッバッてやってたの、うん、そしたらもう漫才中よ、痛いよってなってふざけんなーっつって俺の頭バッバッて逃がされて、めちゃくちゃ痛いなーっつって、でお客さん騒然となるわけじゃん、えってなるわけじゃん、何これって値段なのどっちなのってなるじゃん。15秒ぐらい痛いなー、どう見ても分かんだろうがよっつってぶち切れて、いや分かんねえって、スキンヘッドじゃねえんだから、でぶち切れて、わーっつって、でまあそこでまあまあまあ何とか突っ込んで終わって、ありがとうございましたっつって、はけるときに酒井がてめえふざけんなよっつって俺の手をバチ叩いて、そのままはけてって変な感じだった。痛いんだもん、わかんないんだよそれ、やばいよ、待って、痛いね今これ、痛い痛い、ここも痛いの、めっちゃ痛い、もう違う、そういう痛さじゃない、じんわりくる痛さ、もうなんつうの、もう皮膚がない感じ、もうただあのなんつうの、血血管がそのままある感じよ、どういうこと？どういうこと？ずっとどういうこと？